magic pet Morphle can morph into anything I want. やあ、かわいいおちびくん。今はこんなに小さいのにな。将来は大きくて怖いライオンだ。ラシード博士から盗んだこの光線銃があれば、どんな動物も巨大化できるんだ。今日は動物園でいっぱい遊ぼうね、モーフル。イエーイ。ミラ、モーフル、悪者兄弟が動物たちを巨大にしたんだ。大変、元の大きさに戻さなくちゃ。モーフル、スーパーヒーローに変身して。その光線銃を渡しなさい。誰が渡すもんか。夜撃ってやれ。こりゃかなわねえや。覚えてろよ。やったね。じゃあ動物たちを元に戻しに行こう。いた、ペンギンさんだよ。でもやっぱり最高の動物だよ。わあ、ペットのおもちゃがこんなにたくさん。どこから来たのかな。モーフル知らない。きれいに片付けよ。それからこの謎を解くんだよ。イエーイ。でも私たち二人だけじゃこんなに片付けられないよ。わあ、モーフルが二人？一緒やろう。一緒やろう。みんなで力を合わせたおかげですぐに片付いたね。でも
このおもちゃどうすればいいのかな。それに2人のモーフルも。原因はこのダブラダブラーは魔法の力で何でもコピーを増やせるんだ。すごい。誰が来たのかな。どうもこんにちは。俺たち本当に本物のボーイスカウトです。もしよかったらクッキーはいかが。おいしそうだね。買わせてもらおうかな。ミラ、モーフル、兄弟がダブラーをさらった。え、捕まえなくっちゃ。でもあんなに遠くにいる。何を使えば追いつけるかな。三輪車。それじゃ遅すぎ。モーフル、こういう時はすっごく速いパトカーになって。逃げろ。どこに行ったのかな。こっちに行ったはずだけど。あれ、見てモーフル、いつの間にか後ろにいる。どうやったのかな。もう逃げられないよ。ねえモーフル、ダブラがいないよ。ダブラをどこにやったの。ダブラ、それならあっちの楽器兄弟か。羽兄弟に聞いてくれ。悪者兄弟いっぱい。そういや他にもいるんだぜ。モーフル兄弟だ。モーフル変身して。俺たちは絆創膏兄弟だぜ。この新しいモービルは魔法のペットの力を好きに使えるんだ。俺たちが飼い主じゃなくても関係なく。このダブラーが手に入った今、自分をコピーし放題。タイヤ？俺たちはタイヤ兄弟なんて嫌だ。俺たちはグリップ兄弟だ。あはあはあ、やは。俺たちモーフル兄弟はモーフルをさらってきたぞ。やった、ブルドーザーに変身させて街中の車のタイヤを盗もうぜ。ダメだ、モーフルはピンセットにする。鳥の羽を引っこ抜くんだ。バカだろ、お前こそ。バカはそっちだろ。モーフルがいっぱい。やったー。モーフル、ブルドーザーに変身しろ。モーフル、ピンセットになれ。言うこと聞いてくれないよ。そりゃそうだ、まだあのモービルに入れてないんだからな。おい、やめろ。ダブラを外に出したらまた二人に戻されるぞ。逃げよう。計画は何になる。さあ、モーフルわかんない。三輪車、ダメ、それじゃ遅すぎ。未来ないとダメ。やっと取れた。モーフルを助けに行かなくちゃ。ミラ、ミラが来た。あ、計画ある。うん、モーフル、あるよ。でも兄弟がたくさんいて、みんなで協力されたら、もうどうしようもないよ。兄弟協力してない、喧嘩してるだけ。本当？それなら勝てるかもしれないよ。モーフル1号、ティラノサウルスになって。すごく大きなセンスになって。二人で協力してあの羽を吹き飛ばして。しまった。
ロープになって。ダブラー兄弟、羽を増やしてくれ。いや、まずタイヤを増やせ。もっとタイヤをくれ。バカなこと言うなよ。バカなのはそっちだろ。いや、タイヤがいるんだ。羽だ。今のうちにダブラを助けよう。じゃあね、モーフルたち。バイバイ。バイバイ。ダメダメダメ、スタインは間違ってるよ。いや、正しい。モーフル、巨大ロボットになって二人を捕まえて。決まった。それでね、モーフルが4人になって、兄弟も4人になって、すっごく面白かったんだ。え、怖くはなかったかい？怖くない。でも兄弟は協力しなくて、モーフルはしたの。そのおかげでダブラーを助けられた。その後、モーフルは一人に戻ったの。また二人でギュー。なあ、ヨルン。なに、スタイン。たくさんの兄弟の中で消えずに残ったのがお前でよかった。いや、俺もそう思うよ。おやすみ、ヨルン。おやすみ、スタイン。大変、見て。ローレンスさんとジョーさんが町を壊してる。どうしちゃったのかな。まったく、けしからん。こいつにも洗脳光線を当てろ。さあ、ついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう街を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に街を壊すんだ。オッケー、バルボノさんたち。こりゃまずい、モーフルが悪になった。最高だ。この洗脳光線を浴びたやつはみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ。よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて。あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でもママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤いやつがいなきゃお前はただの女の子だ。
あみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、初対。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。よし、お家を作ろう。うるさいな、何の音だ。ああ、こんにちは、パンダーブースさん。ツリーハウスを作るの。私たちのクラブハウスにするんだ。クラブハウス？木の上に？バカバカしい。第一、ツリーハウスを作るのはすごく難しいんだ。君たちにできるもんか。私たちならきっとできると思うよ。見てて。ふん。それじゃあ、まずは全部の板をちょうどいい長さに切らないとね。ハサミじゃ木の板は切れないんじゃないかな。モーフル、ノコギリになって。次は板を組み立てよう。ふん、全然ダメだな、バーキー。釘を打ってくっつければいいんだよ。モーフル、次はハンマーになって。それのどこがツリーハウスなんだ。屋根すらないじゃないか。まあやるじゃないか。まあまあだ。それじゃあ木の上に乗せてツリーハウスにするよ。モフル、変身するのはクレーン。クレーン、おやおや、見てごらん、バーキー、本当に立派なツリーハウスだ。待った、合言葉を言って。モーフル知らない。合言葉はね、モーフルだよ。モーフル、なんて綺麗なツリーハウスなんだ。私も欲しいな。おいでモーフル、エイプリルとトロイを呼びに行こう。新しいクラブハウスでパーティーだよ。合言葉を言え。え？合言葉はモーフル。違う、それは君たちのクラブの合言葉だ。私のクラブの合言葉を知らないなら、まあ
入れてやらん。うん、じゃあクラブハウスでのパーティーはやめる。芝生でピクニックするよ。あ、パーキー、あたしたちのクラブに入る？あの私も入れてくれないか？もちろんだよ、バンダーブースさん。ありがとう。じゃあこっちのクラブハウスでパーティーしよう。僕は最強のスーパーヒーローだよ。この車だって簡単に持ち上げちゃうんだ。モーフル、手伝って。あたしもスーパーヒーローよ。空を飛べるの。ビューン、フッフー。誰か助けて。この子は遊びたいだけだ。噛んだりしない。私に犬を近づけないで。この人をほっといてあげて、おじさん。ふっ、分かったよ。どうもありがとう、スーパーヒーロー。本当に助かったわ。名前を教えて。僕は。それは言えないの。私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密なんだよ。トロフィーを返せ。俺は高校で何の賞も取ったことないんだよ。なあ、でもこれがあれば俺もナンバーワンバレエダンサーってわけだ。わかったわかった、トロフィーは全部返すよ。いやいや、それは君らにあげよう。なになに？一番捕まった人。俺たちチャンピオンだな。やったぜ。皆さんご覧ください、トロフィーを取り戻してくれたヒーローたちです。一つお聞かせください、あなたのお名前は？それは言えないんです。私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密。僕はトロイ。私はエイペリル。モーフル。もう。もし生きたティラノサウルスを写真に撮れたら本当に最高だと思うんだよね。モーフル、魔法のタイムマシーンになって。ミラ、モーフル、ガリミムスの群れだよ。わー。
アンキロサウルスだ。今がチャンスだな。ああ、僕のカメラ。ミラ、モーフル？泥だらけじゃないか。どうしたんだい？あのね、まずはね、帽子をなくして困ってたおばさんを助けてあげたの。帽子をなくしちゃったの。探すのを手伝ってくれない？モーフル、警察犬になって。それであちこちを探したの。帽子が見つかって、おばさんはとっても喜んでたよ。そしたら、整備士のジョーさんが来たの。モーフル、助けてくれ。レッカー車が動かないんだ。モーフル、ジョーになった。それから、トリケラトプスにも。それから、ロボット。ありがとう、モーフル。レッカーすればよかったんじゃない？ああ、うん、そうだね。でも、ローレンスさんも。
大工のローレンスさんにお願いされたの。ビルのてっぺんにドリルを置き忘れちゃったんだ。モーフルクレーン。工事現場はすっごくぬかるんでたの。ありがとう、モーフル。いいことをしたね、モーフル。だけど、今すぐお風呂に入らなきゃ。お風呂？モーフル、お風呂嫌い。モーフル、待って。おいで、モーフル。ただのお風呂だよ。モーフル、お風呂やだ。捕まえた。どこ行ったんだ。モーフルもお風呂に入ったわけだしね。うん、モーフルお風呂好き。まったく世話が焼ける。